ガーディアンはアメリカ海軍の総会館、アベンジャー級総会館の一席。その名を持つ館としては2隻目。2013年に世界遺産の珊瑚賞に乗り上げる座礁事故を起こし、除籍、解体された。ガーディアンは1985年5月8日に、ウィスコンシン州スタージョンベイのピーターソンビルダーズ社で寄港した。百八十七年六月二十日に浸水し、 1989年12月16日に就役した。2008年5月8日には、ガーディアンは艦長セオドアイエッセンフェルド少佐の指揮下、第一水起雷戦隊に所属し活動していた。ガーディアンは第7艦隊に配属され、母校はサセボであった。2007年11月下旬に、ガーディアンは姉妹艦のパトリオットと共に、 香港のビクトリアハーバーで接近する台風からの避難所及び給油所を探したものの中国側から理由の説明もなく入港を拒否された。両館は結局母校のサセボで給油を行い無事活動に復帰した。座礁したガーディアン2013年1月29日撮影。2013年1月17日2時25分、ガーディアンは スービック湾からインドネシアへ向かう途中、世界遺産に登録されているフィリピン沖のトゥバタハ岩礁海中公園内でサンゴ礁に乗り上げ座礁した。トゥバタハ岩礁海中公園を管轄する公園保護官らはガーディアンに無線で同官がトゥバタハのサンゴ礁に接近していると警告していたがガーディアンの官庁は米大使館に苦情を申し立てると反発。ほどなくガーディアンは 珊瑚礁に乗り上げ座礁した。上院79名に死傷者はいなかった。この事故について、米海軍は謝罪した。フィリピン政府は、この事故で1000平方メートルに及び珊瑚礁が損害を受けたと推定している。事故後、1月18日に救援に派遣された海洋観測艦ボディッチと特殊支援艇チャンピオンへ、79名の全上院を避難させた。 事故直後は選手のみが産後礁に乗り上げていたが次第に波によって打ち上げられてしまい結果的に船体のすべてが乗り上げてしまった切断されてクレーン船で運ばれるガーディアンの船体の一部2013年3月26日ミサイル駆逐艦マスティン海洋観測艦ボディッチサルベージ船サルバーが救援に駆けつけ栄光による救援活動や クレーン船により釣り上げ台船へ乗せる方法も検討されたが、世界遺産であるサンゴ礁への影響が大きく、最終的に周辺の影響を抑えた救出は不可能と判断された。1月24日には流出防止のためにディーゼル油の抜き取りが行われ、マレーシア船籍の引き船が56.8キロリットルの燃料を抜き取った。1月29日にはサンゴ礁への被害を 最小限にするため、艦を廃棄した上で、3つに切断し撤去されることが発表された。2月15日、ガーディアンは海軍の艦石碁から抹消され、退役、除籍となった。2月23日より、現地で解体作業が開始された。2013年3月、アメリカ海軍は、同型艦のウォリアーを第5艦隊から移動させ、ウォリアーの乗員を、 ガーディアンの上院と入れ替えた上で母校をバーレーンから佐世保へ変更しガーディアンの交代としたフィリピン議会はこの事故によるアメリカ合衆国の対応を問題視しており罰金をアメリカ合衆国に課するため事件として捜査するように提起するなど事故現場が世界遺産であることも合わせて問題化している事故の原因は搭載していた電子海図に記録されていた干渉の位置が 実際と異なっていたからとされている。ありがとうございます。